Select. Options. Story select. したことじゃ。なぜキャノンが発射せん。一体何が起ころうとしてるんじゃ。 地上に接近してるらしいわ。多分このままだと激突するわよ。なんだこの映像。 7つのカオスエメラルドが揃うとき、 私はこの復讐計画がスタートするようにしておいた。プログラムはすでに不可逆だ。私から全てを奪った愚かしい人間どもよ、私と同じ絶望を味わうがいい。他に残すべきメッセージはあるか。ありません。構え。ねえ、何なのこれ。 7つのカオスエメラルドが揃うとき、プロフェッサー・ジェラルド・ロボトニック、世紀の天才科学者と謳われたわしのじいさんじゃ。なんだ、やっぱりお前のせいか。今すぐやめろ。さもな
ないと。それができるくらいならとっくの昔にやっておるわ。説明してくれ。お嬢際の悪いハリネズミめ、やはり生きておったのか。あんなもんよりナッコウスの動かすシャトルの方がよっぽどスレないんだったぜ。何？わしが手に入れたじいさんの日記じゃ。わからない。どうしてこんなことになってしまったのか。究極の生物を生み出そうなどという考えがやはり間違っていたのだろうか。あの日コロニーに現れた軍隊、目的はおそらくプロジェクトの抹消だ。諸の仲間たち、愛しい孫娘マリア、どうか無事でいてくれ。プロトタイプを封印するためか、コロニー全域が閉鎖された。パークの閉鎖は表向き事故として発表されたようだ。事故の犠牲者の中にマリアの名前を見つける。私は全てを失ってしまった。もう何もない、何も考えられない。復讐以外の何も。恐ろしい。一体私は何を考えているのか。誰か、オリジナルのデータをもとについにシャドウを完成させた。記憶のコントロールも完璧だ。全てをシャドウに託す。後世に望むものあらば、あれを目覚めさせよ。世界に絶望を望むなら。それであの基地からシャドウを。暴走するカオスエメラルドのエネルギーを得て、エクリプスキャノンのコアは巨大な爆弾のようになっておる。じいさんの言う通り、このままコロニーがぶつかったら地上は塵一つ残らんぞ。あのマッドサイエンティストめ。それあんたのことでしょ。とにかく早くコロニーを止めなきゃ。おそらくコロニーの推進力もカオスエメラルドの力によるものじゃ。まずはその暴走を阻止せねばならん。でもどうやって、方法があるわ。あんたの宝石よ。あんたあの時言ってた。マスターエメラルドにはカオスエメラルドの暴走を抑える役目があるって。確かにこいつを使えばこの暴走を止められるかもしれない。カオスエメラルドの反応はコロニーの最深部に移動している。もう間に合わないよ。いや、わしら全員が力を合わせれば最深部まで最短ルートを通っていけるかもしれん。任せとけって。走ることなら誰にも負けはしないさ。よし、作戦スタートじゃ。Thank you.
し、こっからはわしの出番だ。